アッシュ、もうちょっと寝かせてよ。そんなこと言ってる場合じゃないぞ。どうしたんだ？ロールちゃんがいない。何？これがロールちゃんの部屋にあったんだ。なんだいこれ、入学通知？ロールが学校に行きたがっていることを利用して誰かが連れ去ったんだ。ワイリーの仕業だな。ライト博士にはまだ行ってない。行こう。ライト博士！何？ロールが？はい、手がかりはこれだけなんです。入学通知か。ロールの気持ちを逆手に取るなど、ワイリーめ。すぐに探しに行きます。まあ待って、こういうこともあろうかとロールの体には発信機を埋めておいたんだ。さすがはライト博士。このナビゲーションパネルにロールの居場所が表示される。おお、わかった。ロック、ロールはここにおるぞ。ずいぶん遠くへ行ってるんですね。頼んだよロック。はい、ラッシュ。ロックマンは名犬ラッシュが変形したラッシュアダプターと合体することによってジェットロックマンやパワーロックマンに変身できるのである。ジェットロックマン！ロック、気をつけてな。はい。もううるさいな、もう泣くな。はい、黙れ。どっかに閉じ込めるぞ。どうも女の子はメソメソして苦手だな。女の子の扱い変だね。そうなの。いや、ほっとけ。きっとロックが助けに来てくれるわ。そうやすやすとここがわかるわけないだろう。お早いお月で。助けて。さあロールを渡すんだ。そう言われてはいどうぞって渡すわけはないだろ。ロックマンあったまわり。なんだと。おこちゃろーよー。卑怯な真似はやめて堂々と勝負するんだ。卑怯は悪者の特権特権特権。ワイリー、今度という今度は許せ。行くぞ。来るなら来い。ただし貴様が戦う相手は私が作ったスーパーメカザウルスだ。ロックマン6で登場したメカザウルスに改良を加えたロボット、それがスーパーメカザウルスである。その詳しい機能はこの後の戦いで明らかになる。こうご期待。行け、スーパーメカザウルス。よし、これでも食らえ！スタークラッシュ！オッケー！さあどうだ？なに？スタークラッシュが全然効かない。バーガーニャ！そんな技がスーパーメカザウルスに通用すると思うのか。まずはスーパーファイヤーをお見舞いしてやれ。ロックマン、スーパーファイヤーで黒焦げになるがいい。ふぅ、ファ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 、黒焦げ、黒焦げ。スーパーメカザウルス、どんどん攻撃しろ。スーパーファイヤーだ。焼いて焼いて焼き尽くせ。メカザウルスの弱点は頭だった。よし、今度も上から攻撃だ。ちょっと空を飛んだからっていい気になりやがって。ハイパーロックバスター！よし、やったー！なに？ダーッ！そんな技じゃ通用せんぞ。スーパーメカザウルス、ロックマンを仕留めてやれ。やれ！フライングソーサーを発射。
射しろ。円盤発射、円盤発射。フライングソーサーとはスーパーメカザウルスのお腹から発射される円盤型の武器である。いいぞ、避け。なんとか避けたな。よし、次々発射だ。円盤発射、円盤発射。ロック、危ない。ロック、空から落ちたぞ。スーパーメカザウルス、踏みつぶしてしまい。ロック、危ない、早く立って。よけ、スーパーメカザウルス、踏みつぶせ。踏んじゃい、踏んじゃい、踏んじゃい。ロック立って。誰だ。俺だよ、ブルース。おのれ、またも邪魔しに来よったか。お邪魔虫、お邪魔虫、お邪魔虫。ブルース、なんてざまだ。それでも正義の味方か。ねえ、スーパーメカザウルス、まとめてやっつけろ。分かったよ、ひとまず退散だ。さ、俺に捕まれ。ブルース、ロールが。バカ野郎、体が言うこと聞かないんだろう。さ、早く。しかし、おい、しっかりしろ。ロック、心配すんな、こいつは俺が連れて帰る。もう少し辛抱してな。うわあばよ。逃げるのか、卑怯者。卑怯者、卑怯者、卑怯者。うわロック、早く手当てをしてやるんだな。ブルース、助けてくれたのか。ワイリーが作った今度のロボットは半端な武器じゃ倒せないぜ。またロックを改造せねばならんのか。もう後戻りはできないんだよ、ブルース。じゃあな。ブルース、行ってしまうのか。ライト博士、ここに残らんか。ここはね、ここはお前の。アバよ。愉快愉快、これでロックマンも当分動きが取れんだろう。あとは好きにやるだけ。その通り、奴さえいなければわしの思うがままだ。そんなことさせるわけないでしょ。お前もスーパーメカザウルスの威力を見ただろう。もうロックマンなど敵ではない。ないないない、敵ではない。ロック、よし、スーパーメカザウルス出動だ。きっとロックが倒しに来るわ。それこそこちらの思うつぼだ。やつが現れたら今度こそ踏みつぶしてくれる。ほー